魚が来ないんで流れてきたクラゲを捕まえましたよ。クラゲを、クラゲも最近全然少ないんだよね。クラゲも少ない。このクラゲ本当にゼリー状のクラゲかわいいね。こういう感じだよね。ちょっとあげてみるか。こういう感じね。おい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 、こういうね、反対にするとね、こういう感じだもんね。かわいいね。かわいいかわいい。こうやってグッとアップしたらね、よくわかるよね。こういう感じだもんね。ふわりふわりとね、クラゲと魚が遊びに来なければクラゲと遊べばよろしい。ああいいね。観察よくできる。本当に透明だけどさ、この上がこういう感じだね。ゼリー状でもね、本当にいいわよなってね。おい、これひっくり返して、ひっくり返したのがただやから、足なんだろうね、あれ、うん、よく見えるよ。こういうの観察すればね、自然を観察するのが一番勉強なんだよ。本なんか読んでもね、図鑑見てもさ、一枚写真じゃねよくわかんないから、そういう面でやはりね、こういう本当に見える化していろんな角度からね、観察することが、いやでもリアルな世界を知るためにもね、そういう、まあ、スマホとかこういうデジタル機器を使ってね、見ればいいんだよね。ああいいね、こういう感じでしょ。ここは映してるな、こうやって映してるしね。はい、ありがとう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 。ちょっと見なしてあげるけど、おい、こうやってずっと流れていくんだよな。おー、さよなら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 。